発送体制完了です。スタートしました。先行争いに入ります。内から長トップ鹿島が出ていきますが、外を回りまして大輪ノーザン、さらにはアンターサクラ、外を回りまして飛ばしていきました。1周目の3コーナーカーブしていきます。不動1番が続いていきます。その後方内をついてアインファスト、外を回りまして3番のシンノスワットダリは先頭から最後では12、3馬身に広がりました。1周目の4コーナーから直線コースに入りました。内から中トップ鹿島が先頭で中を追走大輪ノーザンであります。外を回りましてアンダーサクラ、前3頭からは5馬身6馬身を置かれました。4番手には不動1番であります。その後方にはシンノスワット、アインファスト、3後方を追走していきます。先頭からは15馬身に広がりました。第1コーナーで 2-2 カーブを取ります。中トップ鹿島は先頭リード2馬身に取りました。2番手には大輪ノーザンダリが、3番手には2馬身差でアンダーサグラ追走して第2コーナーカーブしていきます。6馬身差、4番手には不動1番、その後方外を回りましてシンナスワット、アインファスト、いざっとして最後方追走、先頭から最後では15、6馬身になります。向こう正面の直線コース、中トップ鹿島先頭であります。4馬身のリードを取りまして2番手争いで大輪ノーザンの外を回りましてアンターサクラスパートしていきます。600を切りました。アンターサクラ、外から先頭争いであります。中トップ鹿島、アンターサクラ両馬の先頭争いで3コーナーカーブしていきます。大輪ノーザンが3番手、大輪ノーザンいやいっぱいになりまして 3番手、400を切りました。その後は後方3頭は団子状態であります。不動1番シンノスワット、アイゴファストの展開であります。第4コーナーであります。長トップ鹿島先頭、第4コーナーカーブ直線に入りました。外を回りましてアンターサクラ、追い込んできた先頭にいる長トップ鹿島、長トップ鹿島先頭リード2馬身であります。アンターサクラ総詰めて追い込んでくるが2番手のところ横一線の3番手グループは一線であります。長トップ鹿島逃げ切りまして4馬身合流。